じゃあ、第11回目の、鹿児島ウズチャンネル始めさせてもらいます。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は鹿児島ユナイテッドの、東さん、に来ていただいてます。よろしくお願いします。我々は鹿児島レブナイズというバスケットボールチームを、運営経営しているんですけれども、ちょうど今、オフシーズン、で、10月から新しいシーズンに始まりますので、ちょうどスポンサー営業ですね、今頑張っているところということで、スポンサー営業について語ろうというような、タイトルでお話できたらなと思うんですけれども、じゃあまず最初に、ちょっと今までのユナイテッドのスポンサー営業の歴史を全て知るのが、東さんだと思いますので、ちょっとその辺を今まで歴史振り返ってみてもらってもよろしそういでですね。5年前 J2 だったんですけれども、この年の年末に、J3 に再び戻ることになってしまったと同時に、コロナ禍に、それこそ渦に巻き込まれた感じですけども、なって、いろんなものが、一からやり直しっていう、いろいろ振り返るいい機会になったと今は思っています。その時はどうしようって感じでしたけど、それで、そこでじゃあ、どうしようっていうのは、あれですか、コロナ禍だったんで、みんなやっぱり経営が厳しくなって、スポンサーが集まりにくくなったってことですかね。そうです。ユニフォームのスポンサーさんっていうのは、大体8月、9月、10月にかけて商談するので、それはもう決まっていたんですけれども、このいよいよシーズン終わって、新しいシーズンというのは、年末から年始、1月、2月、開幕に向けて、こう、ガーッと、今のね、山崎さんたちが動いてらっしゃる時期がそのくらいになるんですけど、で、1月に、日本でウイルス、なんだっけ、なんか相当なことになるぞってなって、鹿児島では感染者出るの遅かったんですが、日々の報道で、訪問をもうお断りされるような会社もたくさん出てきちゃって、商談そのものがしづらくなったりとか、あとはどうなるかわからないっていう不安の中で、金額を下げたりとか、更新ができなかった、お話ができないまま、もう開幕まで時間が過ぎてしまったっていうところもあって。たり、開幕そのものも3、3、4ヶ月遅れましたので、6月までは、手も足も出せなかったっていうのが、2020年の春でした。で、そのタイミングで事務所の引っ越しって、私これが本当は一番大きいんじゃないかなと思うんですけども、すごい、その仕事の環境がめっちゃ変わって、向上されまして、ビルのオーナーさんのおかげなんですけど、それで、みんなで話し合う場所とかもできたり、前は本当にミーティングするにも、テーブルや椅子が足りなかったり、スペースがなかったりがあったんで、そういうのちゃんとできるようになって、今までやってきたことの、棚卸しみたいなのをみんなで振り返りしました。それで、結局、社数を増やすことと、1社当たりの金額を上げることしかもうないので、営業、スポンサーの額を増やすっていうのは。それで、新規を増やすことと、あと継続率をアップするっていうのを、改めて再認識したっていうのが、2020年の、開幕前ぐらいですかね。で、それにすごくみんなでこだわって、どうしたら、やめにくくなるのかとか、新規の人が続けようと思うのはどうすればいいのかとか、すごくそこにはコミットしてると思います。で、月に1回の活動報告のお便りだったりとか、そのお便りの中にグッズの注文表を入れたりとか、それは、社内的にはセクション違うんですけれども、こうやってスポンサーの皆さんにお便り出すので、そういうちょっとピックアップ商品入れませんかみたいな感じで、少し、お気持ちだけ値引きしたりとかして、で、会社の皆さんでたくさん買ってもらいたいっていうのもあって、そういうのをやって、それからそうすると、注文が少し入りますよね、後日。
で、まあ、それが1個でも2個でももう持ってくんです。やっぱり用事がないと私たちも回りづらいんで、用事なく行くことしづらいですから、まあ、用事ができればまた行ったりとか、そういうのもやってますね。で、ポスターとか観戦ガイドとか、その全スポンサーさんにお届けするもので、まあ、年に3回から4回は、どのランクのスポンサーさんでも必ず訪問はしています。うん、で、その他にそういったその、グッズの注文があったり、あるいは会合があったり、それから、チケットの追加の購入があったりとか、とにかくまあ、こう接点をたくさん作って、うん、まあ、別に社長さんじゃなくても社員の方と一言二言交わしたりとか、うん、まあ、調子がいいの悪いのだったりとか、まあ、そんな感じでその、はい、なるべく、こう会いに行ったりアポを取ったりっていうのが作りたいなと思っています。うん、それコミュニケーションはお便りのコミュニケーションっていうのは郵送なのかメールなのか LINE なのかって何でやられてるんですか？はい、基本郵送で、それから最近はセールスフォースから一斉配信ができるようになったので、うん、メールの登録があるところに関してはお便りと会員 のスポンサーの交流会の案内とかグッズの割引とかそういったのをメールで配信するのもしています。で、うん、お便りの方にこれはメールでも送ることができますのでメールの登録よかったらおっしゃってくださいっていうメッセージも入れたりとかして、まあ、徐々にそのこれから郵送料金も上がるので、うん、配信に変えてはいきたいんですけど、まあ、急にっていうわけにもいかないので、これからそういうふうにしたいなとは思ってます。うん、確かにそういうの大事ですよね。そうですね、セットを増やすことによってね、はい、試合のスケジュールであったりとか、うん、グッズが新しいのこういうのが来たよとか、そういうのを経営者の方々もそうですけれども社員の皆様に認知してもらうってこと大事ですよね。はい、そうですね。レブナイズも昨日スポンサーさんが全部入っている LINE アカウントとかがないってことだったんで、ちょっと僕もやっぱスポンサーさんに、まあ、どういう思いで、まあ、レブナイズやってるのかとかって情報発信をできるような、まあ、LINE のアカウントを作りましょうとか、まあ、そういう話はちょっと昨日しましたね。その辺ちょっとあんまりできてない部分あるのでちょっとぜひ見習い教えていただきたいなと思います。私たちも本当手探りで、まあ、最初の頃から山崎さんがさっきおっしゃったその歴史を知る東さんかとおっしゃいましたけども、まあ、14年15年まではまあほぼ一人だったので、うん、まあ、件数も多くなかったですし、まあ、いろんなその仕組みはまだできてなかったっていう感じで正直申し上げると、うん、獲得して請求書出して入金してという、まあ、ただそれだけに近かったんだと思うんですけれども、はい、まあ、スタッフが16年に J リーグ入りしてからはスタッフが増えたりとか、あとその内勤 の 外回り以外のメンバーも置けることになったことでいろんなことがこうちゃんと回り出したっていうのが16年、うん、で、J2 昇格が18年の年末で19年が J2 で落ちたと同時にコロナだったのでそこでこういろんなことを見直したっていう流れはあります。で、先ほど申し上げたように20年はそういうことで、で、やっぱりチームの調子上向きと社数っていうのは、まあ、だんだん比例してくるっていうか、そのやっぱり認知されるとあああれねっていうことでご紹介もらったり話が早かったりしますので、うん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 、あと、昇格が狙える感じだと、以前このぐらいのものを少し大きくしようかとかスポンサーご自身が、金額を上げてくださることを検討いただいたりとか、まあ、はい、そんなのでいろんな相乗効果が出てきたっていうのがこの数年、特に、まあ、去年と今年はそれが顕著だと思いますね。そういうことですね。ユナイテッドでも認知がまだない、ああれねっていうのはまだあるのか、最近はなくても何年前ぐらいまではあったのかってどうでしょうか？
そうですね、やっぱり18年ぐらいまではあったんじゃないでしょうかね。やっぱり J2 になって、だんだんそういうのはあんまりなくなってきて、まあ、その行ったことはないけどニュースでやってるのは知ってるよだったりとか、あとまあそうですね、まあ、それでもまあ結局コロナ禍の間はこう全体的にこう雰囲気が縮小傾向っていうか、まあ、景気は気分のものだったりしますので、去年なんかはまあ本当にまあ初めて500社越したりですとか、いよいよこう相手から、まあ、めったにないんですけど相手からのお話だったりとかですね、実感ありますね。はい、でもだいぶやっぱ認知周知というのはされてきてる実感があるってことですよね、はい、やはり鹿児島の皆さんってすごく鹿児島を愛してて、誇りに思ってると感じてますと。とその中でやっぱりもうちょっとこのまずトップのプロスポーツチームであるユナイテッドと、まあ、それに、追随をできるように頑張っているレブナイズと、まあ、他にもバレーだったり野球、ハンドボール、スポーツある中で、まあ、鹿児島の、まあ、県民様というよりは鹿児島の経営者の方々が、まあ、地域のスポーツチームを盛り上げていくっていう貢献をもうちょっとしてもらえないかなという思いが、あると。その辺についてどう考えますか？ちょっと抽象的ですけれども、山崎さんがおっしゃった鹿児島に何回も来るようになって鹿児島の人とお話しするようになって鹿児島の人って鹿児島が大好きですごく誇りを感じてるんだなっていうのは間違ってはいないと思うんですけれども、私あんまりまあ、なんで誇りって普段からこう持ったり感じたりするものではなくって、うん、誰かがすごい活躍してたりとかすると、うん、ああ私ってこんなに鹿児島のことを愛してるんだってやっぱり気がつくっていうか、それが、まあ、まあ今だとオリンピックだったりとかさらにこう感じたりすると思うんですよね。でそのゆかりがあることってすごく鹿児島の人は大事にしてるなと私も思っています、うん、県の出身じゃなくても鹿児島でプレーすることを選んでくれた選手へのリスペクトだったりとか、うん、あるいは、まあレベルの高い学校でやろうと思って鹿児島に子どもの頃から来た人とか、まあ、金谷体育大学とか国立の体育専門大学って一つしかありませんし、そういうところの人たちが活躍するのを見るのは自分がこんなに自分の地元を好きなんだっていうのを、うん、こう改めて実感するいい機会だと思うんですよね。最初からなんか私って鹿児島大好きって思う機会は意外と私はあんまなかったですね。それよりはなんか地方ならではの、まあ、みんな感じることだと思うけどなんか閉塞感とか、うん、こう、良かれと思って、の距離の近さとかになんかこう少し窮屈で出ていったりするんですけれども、うん、でもやっぱり自分の中にあるそういうふるさとへの思いっていうのに気がついたら、うん、そこからスタートっていう感じで、もうそうなるとがぜん応援しちゃうっていう感じなんじゃないですかね、うん、私自身や周りを見てもそう思います、うん、でなのでこうやっぱりこっちが一生懸命やったり結果出したり楽しくやったりってすることにこうなんか巻き込んでいくっていうか火をつけていくっていうか、うん、そういう役割がまあ栄養としてはあるのかなと思っています、はい、一緒に応援しましょうとかで、まあ、もちろん喜びは分かち合うのは当然ですけれども、まあ、残念な時は一緒に歯がゆい思いをしたりですね、やっぱり結果も大事なんだけど、まあ、そのなんか感情を共有するっていうのはすごく大事なことなのかなと思っています。
まあ、その共有する感情が嬉しさだったり喜びだったりすれば、うん、さらに素晴らしいんですけど、まあ、どうしても勝利は保証されるものではないので、うん、残念だったり腹立たしかったりってことはありますけれども、それもまあそうですね、うん、分かります分かります、はい、とても分かります。要は着火を するとすごく盛り上がる件だよねってことですよね。はい。でこの着火をさせるために誰がまず肺炎になる前の小さな炎を誰が作っていくかっていうことかなとも思ってるんですけど、それはやっぱり我々ができる限り頑張って炎を作っていくべきだっていうことですかね。そうですね、まあやっぱり自分が燃えていないと人に火はつけられませんし、まあ、選手はプレーで燃えているわけですから、応援する方は応援する側で燃えていないといけないと思いますし、巻き込みたい、多くの人を巻き込みたいと思っているならば、やっぱり自分が燃えているっていうのはすごく大事だと思います。もちろんその日によって炎の大きさが大きかったり小さかったりはあると思いますけれども、決してやっぱり消えない炎は持っていないといけないと思ってます、うんうんうん、素晴らしいですね。要はね、スポンサー営業チームとしての炎をしっかりと持ち続けることで、その炎をもっと大きくするように、いい応援スポンサー企業を巻き込んでいくことが大事だよってことですよね。そうですね、ポジティブな炎上商法ですね。商法というとおかしいですね、まあ、はい、ポジティブな炎上でいければなと。そうすると紹介もらえたりとか、一緒に応援しようって、その燃えた人がまだ燃えてない人にこう声かけてくださったりとか、あるいはまあ、よく言葉で飛んで火にいる夏の虫って言いますけれども、私今年すごく印象的だったのは、5月に清水エスパルスに大敗して帰ってきた翌日に、50万の申し込み書がファックス来たんですね。今まで接点のない会社からで、と思って、まあ、すぐお礼の電話だったりメールはするんですけれども、やっぱりそのすごく普段から気にしてくれてる人だったり、まあ、スポンサーまではいかないけどずっとこうウォッチしてくださったりしてる人っていうのは、必ずしも勝っていい時だけではなくって、あ、こんなに大きいクラブとは差があるんだっていうのを実感した時に、いや私もせないかんってこう思って、はい、書いてくださったと思うんですよね。だから、あ、こういうことも負けた翌日に結構大きいのが来ることあるんだと思って、大事にしたい気持ちだなと思いました。ありがたいですよね、はい、そうですね、うん、わかります。だから炎、まあそのね、小さな炎というんですかね、まずこの小さな炎をいかに大きな炎にしていくかってい うことをやり続けなくちゃいけないということを認識しました。はい、でそれを大きな炎にしていくためには、やはり勝利を手にし、感動体験を皆さんにシェアをしていく必要があるということですよね。そうですね、あと、まあ、良きフォロワーでいたいっていうのも思っていて、ちょっと抽象的ですけれども、もう十数年前、FC 鹿児島っていう前身のクラブを立ち上げた時に、やることなくって暇な時期も多くあって、YouTube 見たんですけど、その時に、音楽フェスかな、海外の音楽フェスで、ある一人の男の人が裸踊り始めたんですよ。で、ずっと一人でやってたんだけど、それを見た近くにいた友達なのか他人なのか分かんないけど、一緒に踊り始めて、しばらく二人で踊ってたら、三人目、四人目でもみんなでも踊り始めたんですよね。で、その、経過のタイミング、経過の時にテロップがあって、このみんなが踊るようになったのは、やっぱり2人目の人がな踊り続けたのがすごく大きいっていう解説が書いてあって、うん、1人の人が突拍子もないことをしたとしても、やっぱりそれに賛同する人が途中でやめちゃうと、ただの変人で終わっちゃうんだけど、
踊り続けることで結局3人目4人目がハードル低くなって、あ俺もやろうとか私も混じっちゃおうってなって、うん、結局それもムーブメントになっちゃうんですけども、うん、だから、まあ、誰にもフォロワーは最初にこう裸踊りする気持ちも私にも山崎さんにもあると思うんだけれども、うん、でも誰かをフォローしたいって気持ちも私にも山崎さんにもあると思うんですよね。だからそのもう今チームが盛り上がって頑張って新しい舞台でやるという以上、まあ、自分はその良きフォロワーでいたいなってやっぱり思いますね、うん、はい、確かにね、はい、結構スポンサー営業したらだいたい商談からの制約率って何パーセントぐらいなんですか。いやそれはね、まあ、今は上がってると思いますけど、最初の頃は 10% とかじゃないですなかったですかね。で今は割とその全く何の可能性もないところに行くのはほとんどなくって、だからまあ 20% とか 30% になってるとは思うんですけれども、まあ会合等で知り合ったところにポスター持って行ったりとか、まあもうすぐ終盤ね、まあ、今 J2 中断期間でまた明日から始まりますけれども、ちょうどそういうタイミングがあればぜひ来てください、試合にお誘いしたりとか、おかげさまで、まあ、あんまり知らない人がいなくなった分あんまり制約率っていうのは考えてないですし、普段から金額の大きな目標はありますけれども、そこに対して何件アプローチして何件電話してっていうのは全くやってないです。うん、大事なのかもしれませんけど、うん、その数をこなすっていうのももちろん大事なのかもしれませんけれども、うん、やっぱり、うん、ハマってもらいたい、ハマった人に継続してもらいたいっていうことの方が大事、重要かなと思ってます。うん、そうですね。うん、NG 理由、要はスポンサーやっぱ今回やらない断られるっていうのを理由は、まあ、最近だとどういうので断られることが多いですか。いやまあそれはだってその相手が言うのが本当の理由かも分かんないですよね、はい、予算がない、はい、とか、まあ、それが本当の理由かもしれないし、あるいは気が向かない、優先順位が低い、どっちにしてもそのあんまり理由は大きいあれじゃなくって、うん、まああれですよ、さよならは別れの言葉じゃなくて再び会うためのなんだっけ、夢の途中っていう歌詞にありますけど、歌の、再び会うための遠い約束ですから、別にそのここで商談が成立しないからといって、うん、ずっとさよならってわけじゃないと思いますし、私たちもその1年2年なんかの理由でお休みだったのが、ふと別の会合でお会いしたりして、あまた応援せないかんって復活してくれたところがあったりとか、前断られたのに今度は良かったってことはいくらでもあるので、うん、あまり気にしないです。もともと、このユナイテッドにスポンサーをするっていうことは、その会社にとっての課題解決になるとは思ってないので、まずは。もちろん、後に、応援したことで仕事増えたよとか、社員新しく入るのにすごく良かったよっていう、その偶然の産物はあるかもしれませんけれども、うん、そもそもそのこのサービス出るとすごく人件費が減りますよとか、すごくこう生産効率が上がりますよっていうものじゃないので、断られる理由はあんまり気にしてないです、うんうん、じゃあもうとにかく、ね、また断られても、うん、どっかのタイミングで粘ってそうですねことですね。こんだけやってダメだったんだからいいやって一旦置いといて、例えばまた次のシーズンとかのタイミングで、それこそ、まあ、ポスターぐらいだったら近くに来ましたぐらいでも寄ってもいいと思う、アポ取らずに行ってもいいと思ったりするので、はい、新しいシーズンになったんでお呼びしましたでもいいと思いますし、いいとこ行ったのにあとなんだったかなというところは
まあ、改めて新しいシーズンになりましたのでご検討していただけませんかってそのアップを取ったりとか、うん、その、うん、気にせず何事もなかったようにまたご挨拶行ったりアップ取ったりっていうのはやります。うん、あんまりその相手にとってユナイテッドのスポンサーすることが大きな問題じゃないんだなと思ってます。うん、うん、そうだよね、うん、それでつい後ろに回ったりとか忘れてたりってことはあると思うので、その時はうーんってへこむ時ももちろんありますけれども、まあ、そもそも私たちってめっちゃいいなんかクラウドサービスとか、まあ、ちょっと前だったらめっちゃいい複合機とかをこう売ってるわけじゃないから、うん、そうだね、はい、そこは、うん、理由はあんまり気にしない。あとこれも聞きたくて、ちょっとここは東さんが担当じゃないかもしれないんですけど、基本的にはやはりこのスポーツビジネスって選手人件費が、まあ、大きな、シェアを、占めますと。で、おそらくシーズンが始まる前に選手との契約は締結し、うんうんうん、締結後にスポンサーを翌シーズンの集めていくっていう流れになってるかなと思ってて、もちろんその選手人件費が高くなれば高くなるほど赤字の金額が増えていく、まあ、まあレブナイズはまだまだ全然大きな赤字企業ではあるんですけれども、ユナイテッドは詳しくは僕は把握できてないですけれども、その辺ってやっぱ選手人件費をこれぐらいかけるぞ、でスポンサーはやっぱこれぐらい集めるぞっていうのはもうある程度シーズンが始まる前から決めてるものなんですか、それとも結果的にこうなって着地こうなっちゃったよねなのか、その辺ってどうなんですか。はい、まあ一応決めてます。で、まあもちろん結果的にその通りにならなかったってことはあると思いますけれども、うん、まあ一応その年の実績をもとに来年はこのぐらいのスポンサー獲得頑張りましょうっていう、その代表の徳重と営業部での、約束というかもありますし、あと徳重が外部での講演でも言っているんですけれども、総収入の 35% までって選手人件費は決めてるんです。で、本当にそうなのかはもう私には分からないですけども、なので例えば2月の末にスタートしますけれども、うん、こうその時点でマックス使ってるとこういった今の時期の補強ができませんから、おそらく夏の補強を考えての最初の契約をして、それでうまくいけばもちろん余裕はありますけれども、うん、あちょっと厳しいなっていう時は7月のそのサッカーでいうとまさに今の時期ですが補強をして立て直すっていうのはやっていますですね。ですよね、はい、そういう意味ではやっぱりさっきの熱狂を作っていく、炎を燃やしていくっていう上で勝利が重要になってくると、どうしてもお金の問題というのが出てきてしまい、やはりすごく難しい経営判断が、まあ、徳重さんもあられるのかなと思ってまして、今度徳重さんにもその辺お伺いできたらなと思ってるんですけど、やはり、まあ、鹿児島レブナイズも、まあ、B2 昇格果たすことは、できて喜ばしいですけれども、やはり B2 で戦っていくためには、それなりの、選手人件費であったり、まあ、スタッフのメンバーの増強などもしていかなくちゃいけない状況でありますと。なので、非常に危機感、緊張感を持ちながら、経営しているっていうのが現実あるんですけれども、まあ、そういう意味では選手人件費を投資した状態で売り上げ作っていかなくちゃいけないよっていうことなので、ちょっと僕たちはちょっと逆で、総収入の 35% というよりは、もうお金ボンと使っちゃって、さあ回収するぞっていうところなので、まあ、ちょっとそこはスタンスはちょっと違うところあるかもしれないですけど、
まあ、会社の経営として、まあ、スポーツチームといっても会社なんで、株式会社なんで、まあ、持続可能にしていくためには、やはり、この辺というのは、予算組をどうしていくのかっていうのは、すごく難しいところですよね。なので、まあ、35% が固定化されているのであれば、結局総収入を、ね、増やしていくしかないですから、そこはスポンサー収入であったり、入場料収入であったり、グッズの売り上げであったり、ファンクラブの会費とかですかね、うん、そうだよね、はい、またちょっと話は変わりますけど、はい、やっぱスポーツチームってすごく地域の中ではすごく重要コンテンツだなと思って。